こんにちは。<laughs> あの、ドンテレミー新井さんの大人の教養 TV っていうのがあって、まあ、世の中の政治とか歴史とか、まあ、いろんな出来事をね、解説を分かりやすくしてくれる、まあすごいいいチャンネルなんですけども、これがね、チャンネル登録22万人くらいいらっしゃって、今ね、海外ロケに行ってるんですよ。まああの、ちょっとお身内の不幸で一旦帰ってきてはいるんですけども、例えばサイパンに行く、 で、ドン・テレミー新井さんとカメラマンとおつかマネージャーって3人1組で行ってるんですよね、まあ、そうすると大体だからこれとてもじゃないけども広告収入とか個人のお金では持たないんでそのファンの方がねクラウドファンディングで今度ここに取材に行ってくれみたいな形でお金をこうバーッと逃避するんですよね。 そうすると、ドンテレメヤライさんが、その、集まったお金で予算ができたら、よっしゃって言ってくれて、また、すごいいい動画を作ってくれるみたいな感じで、私たちはお金を払うんだけども、実際に、現場に行ったりとか、取材したりとか、放送するところまでは、そこについて知りたいと思わないんだよ、っていうことを代行してくれてるんですよね。だから、代わりにお金を使ってくれるっていう言い方が、吉谷さんされてましたけど、まさにね、このクラウドファンディングにすごく、うんつながるものがあるなと思いまして、まあ、そうなるとね、あの、ある意味、 このドリームアカデミアとか速化塾っていうコンテンツを見続けたい人は、まあ、定期的に商品購入するっていう定義でクラウドファンディングするとずっと見れるのかなというところありますよね。まあ、これはちょっと変な解釈ですけどもあの私も近所のねあの先輩がオープンしたお店パン屋さんがあるんですけどもまだね3ヶ月目なんですよ。でその店続いてほしいから私はね買いに行くんですよ。で YouTube で放送もしますしね。まあ、そうすると そこのお客さんも増えるし、励みにもなるし、実際に売り上げにもなっていくんで、続くよねって形なんですよ。よくあるんですけども、なんかね、近所の中華料理屋がパンと潰れましたって言ったら、えー、あの店潰れたのいや、いい店だったのに残念だなーっていう人がいますけども、え、残念ながらって言うけど、いつ頃この前行ったって言ったら、3年ぐらい行ってないけど、<laughs> お前のおかげで潰れたんだよみたいな感じですよね。 だから本当に商売を応援する支える応援したいっていことでしたらやっぱり商品を買うっていうのがまあ一番いいんじゃないかなと思いますし買うことによって実はね商品のクオリティを確かめて、うん、一部ではクレームって形でねいやこれだと商品の,あのサービス満足度が低いからもうちょっとこうした方がいいよみたいな購入者さんからのアドバイスっていうのがあったらね役に立つこともあるんじゃないかなと思いますしまあなんせね 不満でで、ななかっっったら次の商品も買てててくくれれまますすんでリピートが自然にに起きるりよね。そうするとあの今までの方のサポートもできるし新規の方のサポートもできるし新しい商品回数もできるし自分の見識を広めるための活動時間も確保されるからバランスするかなってところなんですよ。まあ、ですんでねやっぱこう人に求められないことをやると自腹を切ることが多いっていうのは、まあ、原理原則なのかなというところですよね。 まあ今年も吉谷さんも私もね私はあんまりしないですけども吉谷さんもいろんな方の,あのジョイントセールすると思いますけどもそれがマーケットに必要なものなんだったらやっぱ売れてほしいですし売れた以上売れ続けてほしいなと思いますよね、まあ、そうすることによってきっとあのまだそういったもののニーズとか価値に気づけない人が気づくことによって新しいご縁をつなぐのかなと思います、うん、だからねやっぱこうレビューってのも大事で 吉谷さんが紹介した熟成さんの商品を買った人がどうなったのかっていうレビューもコンテンツの一つにするとまさにねあのあのラーメン屋美味しかったよみたいな評判が立ってなんかにぎわっていってさらに売れる可能性が高まるのかなというふうに思いますよねでもどうですかね昔に比べてかどうか分かりません調べてないんであのなんかこの情報商材悪徳レビューみたいなんでこっちに誘導してでアフィリエイトするみたいな方式っていうのをなんか減ったような気もしますね 結局は何か人を叩くものってあまり続かなくってこれはいいよあれがいいよっていう風な評判の方が最後は残るんじゃないかなと思いますけども現状は知りませんけどねはいじゃあまあいってらっしゃいですねなんかこう最近は商売っていうよりもクラウドファンディング的な考え方で応援する人が商品を買ったりとか投げ銭をしたりとかしてそのサービスが続くみたいなのかなと思いますよねまあ商売何でもそうかもしれないですけどねいってらっしゃい。